録したかどうかの確認です。ジョークに産卵してるから、そうそうそう、コロニーは蜜を集められない。ほぼほぼ。人手不足ってこと？ああ、そうだな。だから相対的にだと思うんだけど。中小企業はきついよっていう話だね。きついよっていう。だから、中で働くのも、外で働くのも、兼業両方兼業しなきゃやっていけないわけで。でかくなれば教科書に書いてあるようにそうだね、なってね、それ以前の状態は、ずっと小さいまんまっていうのが。そういうこともあるよな。ああ、そういうことは。大体企業の中は分業されてるわけだけど、何から何から何までやんなきゃいけない。うちじゃん。うちじゃん。どうなの？だから例えて言うと何かな。例えてやると餌？助成金かな。そうだな、このまま餓死しちゃうかもしれないから。助成金ね、だけどそれを助成金よりあれじゃないの、救急隊員の方に近いんじゃないか。結構緊急性が高い。食料を持って緊急隊員がいる。でも緊急隊員はこいつらをこいつらを使ってお金を儲けようとしてる。まあ確かにそうだよね。こいつら本当はそうそう、こういう環境を作られちゃってること自体が実はそうだね。そうそう、こいそれそれに。疑問を持たれちゃうと思う。働いてくれなくなっちゃう。働く、そう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 。今の日本みたいになっちゃう。そう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 。余計なことは考えないのが一番いい。考えさせないようにそうそうそう。これどこにあるの？何が？卵見える？この辺見えるか。見えるかな。これライトあれば見えるの？あ、見えてるわ。あ、見える見える。見えてるな、うんうん。こっちの方が幼虫になって、こっちが卵になって。税金の還付。税金はすごいシステムだよね。税金を払わないんだったら働かないのが一番いい。そうだね。働くと途端に税金重くなる。サラリーマン週5日働いたら1日は税金のために働いてるみたいな思う。おお、だけどそれなんで道路だとか水道とか。そうだね。橋だとかトンネルができてるわけ。だからいっぱい働いてもらわなきゃいけないからね。そうそうそう。お金が大体全ての問題を解決する。結局そうだよ、ね。ホリエモン説は正しいかも。これ大台入れたの？そうだよ。へ、うん、
昨日ヘリポートで入れたの、あれの17日後かな。へえ、うん、どんくらいで孵化するの？いや、もうこの移住したお台は多分昨日入れたやつはもう入れた瞬間ぐらいあれだったよ。もう早く早くてんのもあったぐらいだ。へえ、そうなんだ。1日か2日早っ。うん、温度が高くなってくるとどんどん高くなってくる、うん、でこの確認できるやつも早くなってくる。これはまだ産卵してない状で、これはもう、これそうなん、うん、これ編成オーダイって後から入れたオーダイじゃなくて、もともとあったオーダイ、自然に作ったオーダイをそのまま使ったんです、うんうん、そしたらやっぱりあの編成オーダイの方が早けるのが遅いから産卵するまでに余計時間かかるわけ、うん、でこれ今見て産卵がないないんだ、うん、女王はでかくなってたから多分すぐ産卵ができると思う。これ絵柄が、絵面がすごい地味だよね。いや、この動画のそんな派手なことは何もやってない。毎回これあ、変わってないってことだ。そう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 、話の内容が変わってるだけ。まあいいんじゃねえのか。うん、全然いいと思う。なんでなんかオーダーエースの2、3個入ってるの？2、3個じゃないよ。これは昔のやつか。いや、はやけた跡があって、うん、で脇もかじられてるよな。ほら、ということは、あの他に生えてた大台があって喧嘩してた可能性がある。こっちにもついてる。ああ、これは古いやつだよ、うん、で、これ女王がいるの、うん、普通、取った方がいいんだけどな、めんどくさいからそのままにまいった。